今、はい、今、はい、あっち向いて、はい。毎度、今、ほいです。今回も、ほいが紹介するのはこちら。ででん。インドのバラナシで買ったポンポン船です。このリサイクル感丸出しのブリキの柄が良いですね。今、ほいがインドに行った時に、バラナシのこのカリカガリの何軒かのおもちゃ屋さんで売ってて、人気商品なのか実演販売してました。イモホイも、おお、ポニョの船や、と、即購入しちゃいました。15ルピー、当時のレートでだいたい40円ぐらいでしょうか。英語とヒンディー語で遊び方が書いてあります。まず、片方の管に水を入れます。ろうは自分で用意しました。そして、いよいよ。おお、動いてる。ちなみに水の色が赤いのはエヴァンゲリオンの世界観を表現したかったからではなく、イモホイが使っているニューヨーク剤の色です。こうなると次は船の乗組員ですよね。かっこいいやつといえばガンダム。これ乗せたらかっこいいやろ。が重すぎて即沈没、写真を撮る時間さえなく、これには今ホイも、連邦軍のモビルスーツは化け物かと思わず独り言を言ってしまいました。ってことで代わりのもの見つけたのがドコモだけ。そして乗せて走らせてみると、見よこの勇姿。おー、走っとる走っとる。ドコモだけを乗せてポンポン船が、うんうんうん、いいね。